仮面落ちてきたとこ、ああ左後ろのタイヤがクランクで脱輪して、それを復旧できなくて一発で試験中止。ワンツースリーフォー、あたし仮面落ち、受験料1万円を教習所に寄付してきたの。仮面試験の技能検定に不合格しました。信じるか信じないかはあなた次第です。こんな自動車運転は嫌だ。脱輪からの仮面落ち、わしやないかい。判決出ました。教習所に行って申し込みも1万円なりで申し込みしたのに。はい、ということで、かきたまチャンネルの吾妻由真です。仮免許の試験落ちました。落ちましたとも、私が落ちましたとも。 Everything OK、 I'm 仮免落ち OK。 ということで、本日2022年3月6日日曜日、今日ね、朝からね、仮面試験行ってきたんだけど、ダメでした。何度も言った通り、左の後方のタイヤがクランクで脱輪して、で、脱輪経験したことなくて、どうしたらいいか分かんなくて、うじゃうじゃしてたら、はい、ダメでーす、もう帰ってくださいって言われて、もう帰らされました。そりゃそうだけどね、私のせいだけどね。もうそれはね、脱輪した時の対応もね、練習しときゃなんとかなったって話なんだけどさ、もう1万円払ってさ、教習所に1時間もいずにさ、学科試験までも到達できずにさ、最初の技能試験のさ、ところで、あーってなって、ガチャ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 、ピーピーピー、はい、ダメでーす。まあ、プーぷー、どうしたらいいの私。What should I do? ね。もう正直、別に、免許は取りたいけど、車運転したいわけじゃないし。身分証明書欲しいだけだし。でもそれだとマイナンバーカードでよくないってね、今最近思っては来てるけど。私地元沖縄県なんで、沖縄県って電車ないから車しか交通手段がないの、ほとんど。バスなんか時間通りに全然来ないし。だから地元の沖縄に帰るんだったら車の免許取っといた方がいいよって、お母さんとかお父さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとか親戚のお姉さんとか親戚のちびっ子とかなんかいろんな子に言われて、それで頑張って、じゃあもうしゃあなしか、つって25万くらいバーン払って、まあ、学割聞いたからちょっと安かったけどさ、25万くらいバーって払って教師でバーン言ってさ、これです。本当にセンスないんだと思う。私、マジで車の運転のセンスマジないと思う。うん、にゃむにゃむにゃむ、ちょっと今日は、気持ちの整理が全然できないので、明日からすごい大きい予定も入ってるので、もう今日は気持ちの整理ができないので、もうとりあえずもう、その明日から始まる大きな予定の準備だけして、もうなんかもう美味しいもの食べて、もうふて寝します。以上、かきたまチャンネル長爪真でした。皆さんもね、気をつけて。脱輪したことない人も、切り返しの練習、絶対やって。こうなるから。こうなるから。ありがとうございました。